マゾンっぽいね。この増水したかき分けて、でこういうところでもあの使えるように、こんなんもオーバーヘッドで投げれへんから、それで作ったのがこいつです。インモードね、こうやって投げれんのよ。こういうシチュエーションがあのメキシコでもあったわけです、ね、であのこれを作る前まではメキシコなんか66のアルデンテで行ってたわけですよ。アルデンテなんかやったらもうこういう風に投げられへん、サイドキャストとかこうしにくくて、あのバリ玉みたいな短い竿が欲しいと思って、でもバリ玉ではもうあの短すぎて今度バットが作れないのね。バットをどうしてもあの硬くしないと、まあ、でかい魚が取れないからっていうので作ったのがこの E モードです。でティップは柔らかい先調子だから、こういう小技を効かせたあのキャストがしやすいんですよね。でもバットはもうすごい張りがある、メキシコでかかるのを、でかいのをかかるのを前提にしているので、もう ほとんどバットが入らないですよね。これだけ曲げても、5フィート8インチぐらいで取り回しがいい。こうやってね、トリックなキャストができるんです、しやすいんです。だこの時期は今5月、琵琶湖もこういうシチュエーションにが多いんですよね。またシャローの釣りがこうメインになってくるので、これからどんどんそのアフター回復と言われるような時期になってきて、6月7月とかになってくると結構あのもうここはもう干上がってくるので、沖のウィードとかっていうところになってくると66のアルデンテの方がいい。うわ、あいだだ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 だ、竿ならでは割り玉やったらもっとうまいこと入ると思うけどね、多分あの竿やとこう出てもカバーから引きずり出してこれない。その竿を恐れるな、だけあの感覚がかなりやっぱ投げやすい、投げやすい、そう、これも一緒なんだけど、またグリップがちょっと違うからちょっと重たいかな、そっちの方が、そっちの方がやっぱ投げやすい、こっちが好きですね。竿の使い心地はどうですか？素晴らしい。ありがとうございます。言わしてるみたいな、なんか。